ごきげんよう、山口あゆきです。今日は和歌山でフリーライブをしてます。で、なんと今日はちなみちゃんが和歌山でいつも応援してくれるちなみちゃんが来てくれました。イエーイ、イエーイ、こんにちは。こんにちは。実はですね、ちなみちゃんが紀州夢祭りっていう音楽イベントですかね。いや、和歌山大好きな20代で作るボランティアの祭りです。おお、なるほど。こういう祭りをされるということなんですけど、どういった内容になってるんですか。はい、主には職業体験っていうところで子どもたちに夢を持ってもらいたいということで、夢祭りなんで夢を持ってもらいたいということで、いろんな職業とかアスリート体験、スポーツ体験っていうことをしてるんですけど、あとはこの和歌山でおなじみの和歌山で活躍されてる方々のアーティストさんに出てもらったり、プロジェクションマッピングをしたり、あとは飲食物産っていうところで和歌山県の美味しいご飯屋さんが20店舗ぐらい、楽しそう。はい、そうなんです。めっちゃ楽しそう。今年のテーマがね、和を広げ、大町島を広げ、和をつなげるっていうことで、もうあやきちゃんのね、ライブツアーのテーマは、そう、和オブザワールド、一緒やと一緒なんですよ、ね、和歌山の和一緒ですね。そうなんです。なのでね、こうやって、はい、イベントがありますので、ぜひ皆さん来てください。9月8日です。ぜひ皆さんチェックしててください。よろしくお願いします。9月8日です。紀州夢祭り和歌山城であるそうなので、皆さん楽しんでいただけたらと思います。はい、今日はちなみちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。